はい、4月13日8時28分です、まだ出発から1時間も経っていません、40分ぐらいでしょうか、神保町に向けて延々と歩いています。高山病と、頭痛や吐き気といったもの、息苦しさと頭痛などはありませんが、まあ、当然コロナ、標高3700メートルから800メートル付近にいますので、息苦しさは感じます。ところどころ雪が、昨日降った雪だと思うんですが、ところどころに雪がまだ残っています。多くのトレッカーたちが、今日もエベレストベースキャンプもしくはカラバタール向けて、この道を歩いています。そして同じようにポーターガイドなども、そして生活物資を運ぶポーターなども、この道を歩いています。はい、現在まもなく8時30分になろうとしています。以上です。